ええとですね、今日はあの僕たちの性能社会というのを、あの、昔の僕の本を取り上げるんですけど、ケーススタディから入ります。ケーススタディっていうのはですね、あの、実際に起きた事件や事例から、その奥にある法則を考えるという手法です。ケーススタディその1ですね。あの、2020年のですね、1月16日、先週ですね、あの、テレビ東京のカンブリア宮殿、あ、1月16日だから、 うんうん、先週か、まだ、えー。カンブリア宮殿でですね、やってたメルカリが出張事業、小学生にネット教育っていうのがあったんですけども、あのー、これはあのフリップの上はですね、えー、岐阜県のうずら小学校というとこです。で、そこでですね、小学6年生にメルカリアプリを使ったですね、いらないものの売り方っていうのを説明する、なんかそういうような事業があったんですね。で、その中で面白かったのがですね、あの、いらない T シャツを売りたいけども、その T シャツの中にシミがあると。 で、このシミはメルカリに出品するときに写真に写さなくても別にいいよねっていうですね。まあ、そういうですね、課題が出てきたんですね。まあ、そういうふうにあの売ろうとしてる女の子が言うと。で、えー、まあ、これをですね、そのメルカリの、まあ、偉い人がですね、あの、プレゼンしたんですよ。で、えー、も、ま、う、あ、この後でですね、この学校の担任の先生とか、 生徒、子供たちのです、ね、意見があるんですけども、結局ですね、あの、言わなくてもいいとか、言うと損をするという意見もあったんだけどもですね、言いたくないことを曖昧にすると、後でトラブルになるっていうですね。まあ、こういうあの結論を出したわけですね。で、最終的にはですね、いや、あの、こういうネットで商売、ものを理解するときに正、正直にしないと損をするよという流れになって、まあ、そういう結論を子供たちも発見して、自分たちでも納得するというですね。 なかなかちょっと面白い授業になったんですよ。これをメルカリが、その小学校の授業としてやるわけですよね。で、これ実はですね、すでになんかこう、道徳の授業なんですよ。あの、何事も、例えば、孫徳とか、ああ、これは神とかこれはクソっていうような、まあ、そういう説明でないとなかなかな理解できない、 その、まだまだリテラシーの低い子供たちにですね、まさかのメルカリというですね、あの、IT 企業が道徳を教えるというですね、まあ、こういう事態になってるわけですよ。で、学校の先生が教科書とか、あの、語りかけるようにですね、みんなに教えるその道徳よりもですね、IT 企業のまあトップメンバーがですね、あの、アプリを使っていらないものを売りましょうというのを教える際にですね、なぜかその、 あの、子供のですね、なんだろう、感性とかですね、理性に届いてしまう。そういう道徳教育になってるわけですね。正直に生きないとダメですよっていうのもですね。で、IT 企業はですね、国家にとって変わる日が来たのかというですね。まあ、そういう平凡な結論じゃないと思うんですけども、えー、今回ですね、この事件みたいなものをですね、えー、この本で読み解きます。えー、僕たちの洗脳社会というですね、1995年にあの僕が書いた本です。 え、表紙はですね、まだ無名時代の村上隆のアート作品ですね。まあ一応この中にですね、あの、オンラインサロンであるとかですね、インスタ映えとかですね、え、グローバル企業、マッチングアッパリ、フェイクニュース、そして評価経済などかですね、まあ大体そういうのが、あの、出現予想してるんですね。で、 アイモード、これ1995年の本なんですけど、アイモンドサービスの開始がですね、1999年。で、95年っていうのは、まあ、ムーバーっていうのを覚えてますか携帯電話のムーバーが普及するかしないかの、まあ、ギリギリの線で、まあ、あの、まあ、線路社会、まあ、後に、あの、評価経済社会というふうにタイトル変えましたけども、一応、経済社会の対比で付けた名前なんですね。 で、えー、先週もちょっと話したんですけど、これはあの、この本ですね、僕の初めての単行本だったんですけども、あの、初版発行と同時にですね、中身の全部をですね、もう本当に全文をネットでそのまま無料で公開したんですよ。あの、実験で出版社人に頼んでやったんですあの、出版社人に頼んで自分のサイトをやったんですけども、結果このハードカバーの状態で5ずり、5回すり増しですね。で、文庫本は12ずりまで行ったんで、もう本当にベストセラーになりました。で、 キングコングのですね、西野くんが煙突村のプーペルの時に散々ですね、もったいぶって、全部を無料公開しますって言ってるんですけどもそで、その方が売れるって言ってるんですけど、そんなもんね、25年前にもう俺は実験してみたっていう、まあここは軽い自慢とディスリなんですけどもですね。あの、これ詳しい内容はですね、あの、 まあ当時も今もですね、ネットでか公開してるんです。まあ読んでください。で、今回のケース1ですね。メルカリが小学校でえ道徳教育っていうのは、この第2章ですね、マルチメディア中世の国民教育の正体ですね。国民教育の正体というところでですね、え説明しています。えー、なんでこのメルカリがこんなことをするのかですね。よいしょ。 えー、工業、工業中心という発想は教育システムまで大きく変えてしまいました。19世紀のイギリスの社会学者アンド,アンドリュー・ウールは次のように述べています。一旦成長期を過ぎてしまったら、農民の子でも職民の子でも優秀な工場労働者に仕立てるのは不可能である。若者はあらかじめ産業制度用に育てられれば、後の仕込みの手間が大幅に省ける。すなわち公共教育こそ産業社会には不可欠である。というふうなことを言ってるんです。なかなかちょっと 言いますねおじさんってことなんですよ、えー。一旦成長期を過ぎてしまったら農民の子でも職人の子でも優秀な工業労働者に仕立てるのは不可能若者をあらかじめ産業制度用に育てられれば後の仕込みの手間が大幅に省けるすなわち公共教育こそ産業社会には不可欠であるですね結構ねあのすごいことを言ってるんですけどもそれに対してですねアルビン・トフラーは、えー、このように分析しています。えー 工場での労働を想定して公共教育は基礎的に読み書き算数と歴史を少しずつ教えた。だがこれは、いわば表のカリキュラム。その裏にははるかに複雑な裏のカリキュラムが隠されている。その内容は3つ。今でも産業,、えー、産業が主導の国では守られていると。時間を守ること。命令に従順なこと。反復作業を嫌がらないこと。この3つが流れ作業を前提とした工業労働者に求められている資質だ。 今私たちがみんなを受けてきた義務教育には実はこんな目的があったのです。義務教育の目的として最も大切なことは知識の習得ではなく集団生活を学ぶことだとはよく言われることです。が、集団生活を学ぶというのは実は工場で機械的な集団作業をこなすための練習だった。つまり流れ作業員特別養成システムだった。っていうふうにですね、この本の中では書いています。えー、とですね、あの、 僕らがですね、あのメルカリが学校で教えるなんてっていうふうにですね、ちょっとあのびっくりするんですね。抵抗があるというかですね、教育は正義だと思ってるからですね。あの、ただですね、ちょっとそのびっくりはウブな感じですね。もともと学校教育の目的自体が工場で反復労働をさせるためですね。えそういう作業員を育てるためのですね、まあショートカットみたいなもんなんですね。で、えー、まああの、アンドリューウールが言う通りですね、後の仕込みの手間が 大幅に省けるとですね、え、ま、ぐ、あ、い言い方になるんですけどですね。で、そもそも義務教育っていうのは何なのかって。義務教育というのは、あの、子供が、あの、だろうな、教育を受ける義務があるっていうふうに考える人が多いんですけども、もともと子供の教育を家庭から引き剥がすためのですね、ツールなんですね、義務教育っていうのは。産業革命の時代、イギリスではですね、子供っていうのは家庭で育てて家庭で教育すると。だから家に本があって、 で、親がその子供に読み聞かせをして目の前で算数とかをさせてたと。と同時にですね、その、それはもういわゆる夕食の後のことで、昼間はですね、親が子供をですね、まあ農場に一緒に連れてったりですね、船に乗せて一緒に漁業をしたりっていう、そういうなんか仕事の手伝いをさせてたわけですね。で、そうやって親に10歳ぐらいまで育てられた子供っていうのは、後に大きくなってから工場に連れてってもですね、労働者にはなかなかならないんですね。 そうじゃなくて子供の頃から同じ年頃の連中と一緒にベルが鳴ったら席に着くとかですね先生が前にったら静かになるとかそういうふうな訓練を積まないとですね工場で働く人材にならないと親に何だろう育てられた子供っていうのはやっぱ農家の子供その当時の農家ですかその当時の農家とかですねその当時の職人育てられた子供っていうのは絶対にそんな素直に人の言うことを聞いたりですね本を読んだりしないんですね で、ええー、まあ、そういう産業学部の時代、子供は家庭で育て,ててですね、まあ、農業、農家の子供にはですね、算数とか歴史とかラテン語いらないというふうに思われてたわけですよ。でもそれでは工場で働けないわけですね。そこで義務教育というのが生まれたと。ええー、親は子供にですね、一定の教育を受けさせる義務があると。親の側に義務を貸したわけですね。で、ええー、で、この義務を果たすにはどうするのかというと、もう二択なんですよ。高い金を払って家庭教師を雇う。 あの、アルプスの少女ハイジでですね、クララの家がそうですね。クララは学校に行ってないんですけど、それはなんで OK かっていうと、家庭教師を雇ってるからです。で、王族の子供、貴族の子供、あとは、なんだろうな、大金持ちの子供もそうですね。あの、その産業革命の頃にですね、 学校に子供を行かせるなんていうのは貧乏に乗することで,ですね。金持ちっていうのは家庭教師を雇って家で教育をしてた。それがちゃんとした家のやり方なわけですね。で、またはですね、この二択ですから。家庭教師を雇うか、もう一つの選択としては安いとかほぼ無料のその公共学校というか学校に行かせるっていうですね。そういうふうな二択だったと。で、後に家庭教師並みに高い 寄宿舎制の学校というのが誕生して、まあ、いわゆるグラマースクールですね、イギリスの。まあ、ホグワーツみたいなところです。ホグワーツ、魔法魔術学校みたいなものが誕生してですね、まあ、三択になりましたけれども、基本的には、その、まあ、ほとんど、えー、なんだろうな。 無料の公的教育っていうのは、だから労働者のための学校だったわけですね。で、仕方なくこの義務教育制度ができたので、あのー、農家のですね、子供もですね、あのー、なんだろう、職人の子供も、とりあえず親は嫌々ながら子供を学校に行かせることにした。まあ、とにかく一番、 手伝ってほしい時間に子供がいないから、なかなか、あの、彼らにしてみれば損なんですけど。で、結果農業社会とか職人社会というのが崩れて、工業社会の足がかりになったと。同時に子供はですね、農業の師匠であった親。それあの、それまでですね、親っていうのは何だったのかと、自分を育ててくれたとかですね、なんかそういう抽象的なもんではなくて、 仕事そのものを教えてくれる、やり方を教えてくれるという師匠でもあったわけですね。親イコール師匠という時代がすごい長かった。もう人類の歴史で言うとずーっと続いてたのが、それが2三百300年前にいきなりそれが崩れて、イギリスで崩れてですね、その、学校の先生がものを教えてくれるようになったんですね。そうすると親へのですね、無条件の尊敬っていうのは当たり前だけど、どん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 減っていくんですね。 その西部劇の時代とかでアメリカの男の子がですね親を尊敬してるのは何かっていうとそれはもう学校っていうのがほとんどなくて物を学ぶのが親しかいないからだから当たり前に子供は親を尊敬できるわけですね。でそれをですねそのシステムを崩してしまって学校で親より詳しい人が物を教えるような時代になってですね親を無条件に尊敬しろっていう前の時代の考え方はこう無理があるわけですね。 で、えー、で、その尊敬の視線っていうのは、学校の先生とか、さらにその向こう側にある、社会に就職してからの会社の上役とか、社長とか政治家とか、そういう偉い人に対して、初めてですね、その、農民の子供だったら逆に言えば、尊敬するのは自分の親か神様、あとは牧師さんぐらいなんですよ。その他街の偉い人って言っても、もう尊敬なんかしてなかったんですけど、 この工業社会になってから子供たちの目線というのはどん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 変わっていくわけですね。で、しかしですね。まあ、ここ、ここまでが19世紀からま、20世紀の、そうですね。1960年代、70年代ぐらい前なんでしょうね。それが成立してたのは。えー、その、ウールや、さっき話したアンドリュー・ウールやアルビン・トフラーが前提にしていたこの工業社会というのはもう崩れつつあるというか、まあ、崩れちゃってると。で、変わって、あの、 現実になってきたのがですね、この本の中で書いている、その、えーまあ、自由戦の競争社会というふうに書いてるんですけども、あまりにこの自由のあの競争社会というワードが刺激的だったんですので、後にですね、評価経済社会というふうに言い直しました。で、貨幣経済社会がどのようにしてお金を儲けて、そして豊かになるのかという、 そういう競争をみんながしてるとすると、評価経済社会というのはどのようにして注目と評価を集めて影響力を持つのか、影響力を持つという競争に社会全体がまあ夢中になる時代なんですね。 で、あの、元ゾゾタウンの社長だった前澤さんがですね、例えば、あの人社長を辞めてからですね、急にあの、100万円のお年玉を1000人に配ります。10億円のお年玉ですって言ったりですね、結婚相手を見つけるためにお見合いしますっていう、なんかこう、ああいう変な活動しちゃうのは何かっていうと、お金という20世紀的なですね、20世紀型の通貨を、あの、注目や評価というですね、21世紀型の通貨に換金してるんですね。 ただ、換金率がすごい悪いんですよ。前世紀の通貨を今世紀に通貨に換金するって一番。 あの効率が悪いから10億使ってもあの程度しか目立たないわけですよね。<laughs> あの、本当にね、西野君とのさっきリスった西野君との違い見てると気の毒で涙がちょちょ言えますよね。本当に。評価をお金に換金するのはこんなに換金率がいいのに、お金を評価に換金するのはこんなに換金率が悪いんだというふうに思えちゃうんですけども。えー、まあ、そういう評価経済社会になるとさっき言った子供たちの尊敬の 目線も変わっていくわけですね。工業社会、経済社会っていうのは崩れてくるとですね、昔は、さっき話したように、元々は子供は農業の師匠である親を尊敬していたのがですね、学校の先生とか社会の偉い人、もしくはお金持ちになって成功した人を尊敬するようになる。これが昔あった変化です。で、今ある変化っていうのは、子供たちはですね、その金儲けの師匠である会社とか、 あの、会社の上司とか社長にですね、無条件で尊敬できなくなったんですね。昔、親を無条件で尊敬できたのが、学校の偉い人というふうに尊敬の対象が映ったように、今は経済社会が、貨幣経済が崩れつつあると、その、その、お金儲けてる世界の先輩である社長とかですね、会社の上司が無条件でしん尊敬できなくなり、つまり昭和型のサラリーマンの崩壊ですね。その尊敬の対象というのは、セレブや YouTuber という、 より注目や評価を集めている人に向くようになっていくと。これがこの今の社会の子供たちの目線変化です。で、自動的にですね、そうなるとこの工業社会の裏カリキュラムですね、時間を守ること、ねえー、命令に従順なこと、反復作業を、えー、嫌がらないことも自動的に変わります。評価経済社会のカリキュラムというのはこうです。約束を守ること、質問に答えること、自分や他人,他人に正直であること、 ですね。えー、まあ、バイメルカリって書いてるんですけどもですね。メルカリがですね、子供たちに教えている道徳。なんでメルカリが小学校で道徳を教えるんだということはですね、この約束を守ること、つまりできないことは約束しない。ですね。質問に答えるメルカリでですね、質問があったらちゃんと答えましょうとかですね、他人やあの自分に正直であることってのは、ちゃんと服にシみがあったらそれもちゃんと写真に撮って見せましょう。 これらはですね、評価、あのー、経済社会のですね、カリキュラムとしてですね、メルカリでないとなかなか教えられないことなんですね。えー、ここまでがですね、まず最初のケーススタディですね。あのー、僕たちの洗脳社会を、まあ、まあまあ、より理解していただくため、今のニュースでやってみたですね、一つ目のケーススタディでした。 あの、じゃん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 じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんまだ終わんないです。じゃん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 まだ始まんなくて。じゃ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 んじゃ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 んって言って、いきなりさらば。